こんにちは、北沢コレクションです。今回はこちらのフェラーリ F1 ビッグスケールコレクションのフェラーリ SF711 をご紹介します。ということで今回はフェラーリ F1 ビッグスケールコレクションの第2号ですね。こちらのフェラーリ SF711、 こちらをご紹介するんですけども、このアイテム自体は広島県限定で試験販売されているものになります。試験販売という形にはなっているんですけども、実際は全国どこに行ってもですね、定期購読をすれば購入できるという品物なんで、そういった意味ではですね、別に広島県に買いに行かなくてもいいというところで、そこは非常に買いやすいかなというふうに思うんですよね。で、今回こちらですね、第2号ということで、2024年7月2日号という形なんですけども、このモデル自体は2023年に福島県と茨城県で試験販売された同じシリーズですね。こちらと物自体は全く一緒なんですよね。こんな形ですね。で、違いはですね、まずこのパッケージですよね。前回の2号はですね、このような非常に立派な装丁になっていまして、創刊号と同じですね、こういう非常に分厚いパッケージだったんですけども、今回はですね、この広島県の試験販売版の方はもう第2号目からですね、簡易的なパッケージになっているというのがですね、このこちらが大きな違いになっています。このパッケージ自体はビッグスケール F1 コレクションの通常版と一緒の感じですよね。こうやって上からモデルが直接確認できるという形になっています。後ろもですね、こういう形でもう全然違いますよね。あと違いはですね、やっぱりこれ価格ですよね。2023年に福島県と茨城県で試験販売した時はですね、特別価格で2999円だったんですね。ただですね、今回のこの広島版、こちらに関しては4998円ということで、もうこの第2号から定価になってるんですよね。1999円高い、まあ実質2000円ですよね。もう2000円高くなってるというところでですね、全く同じモデルだと思うんですけども、かなり値上がりしてるなというのが気になるところかなというふうに思います。まあ、そういうところでいろいろ気になる部分があるんですけども、まずはですね、こちらのパッケージの方を開けて中身を確認していきたいと思います。では開封してみます。はい、こちらですね、サッシはこちらになります。マシンはフェラーリ SF711 ということで、2018年にキミライコネンがドライブしたマシンですね。こちらになります。で、後半はキミライコネンの解説ですね。このような形になっています。で、こちらのサッシなんですけども、この2023年に試験販売されたものとこれ見比べてみたんですけども、まあ、ほぼほぼ一緒でしたね。中身のコンテンツに関しては完全に一緒で、まあ、違いといえばですね、この裏表紙のですね、ここが縦か横かとか、あと大きな違いはここですかね、第3号が変わっているというところですね。前回はフェラーリ F1-2000 だったんですけども、今回はフェラーリ189ということで、ここのラインナップが変わっているというところが違いでした。はい、こちらがミニカーになります。こちらなんですけども、創刊号と同じような形ですね。このようなパッケージとなっています。ただ創刊号の違いでいうと、こちらがですね、メイドインバングラデシュになってるんですね。創刊号のフェラーリ F175 に関してはメイドインチャイナだったんで、あれはブラーゴ製のものだと思うんですけど、こちらはバングラデシュになってるんで、これはブラーゴ製ではないということが言えるかなというふうに思います。そしてこちらですね、こちらが前回の仕様なんですけども、まあ、ほとんど一緒ですよね。まあ、強いて言えばこちらのフェラーリのですね、この番号、下2桁が変わってるとくらいですかね。本当に細かいところですけど。ということでですね、次はこちらのモデルの方を詳しく見ていきたいと思います。では早速ミニカーの方を取り出してみたいと思います。よいしょ。はい。こちらになりますね。このフェラーリ F1 ビッグスケールコレクションの場合はですね、このようにクリアカバーが標準でついてるんですよね。そしてですね、このクリアカバーのまず状態なのですけども、こうやって見るとですね、そんなに汚くはないというか、こう若干スレがあるかなっていう感じがしますよね。
ですけども、まあ、実際はですねそんなに気になるようなものはなくて比較的綺麗な状態になっていると思います。そしてこのクリアカバーは台座にこのシールで止まってますんで、このシールを開けてこのクリアカバーを開けてみたいと思います。はい、ということですね、こちらのフェラーリ SF71GS ということで、キミライコネンが2018年にドライブしたこちらのマシンになります。このフェラーリ SF71GS というマシンはキミライコネンが最後にドライブしたフェラーリなので、まあ、そういった意味でもこのマシンはなかなか人気になりそうな感じですよね。ということでこちらのモデルの検品ポイントなんですけども、まず気になったのはですね、こちらのピトー管ですね。こちらピトー管に関してはですね、こうやって見たときにこれ前下がりになってるんですけども、これはこれで合ってるみたいですね。なのでこちらの角度については問題ないんですけども、こうやって正面から見たときにこの左右に傾きがないかというところは確認した方が良いと思います。次はこちらのアンテナ類ですね。アンテナに関してはこちらとですね、こちらとこちら、これ3箇所ついてるんですけども、この個体でいうと少しこの前に傾いてしまってますよね。あとこうやって前から見た時も少しこちらも左側に傾いてしまっているので、このアンテナの角度はできるだけ真上を向いているものを選びたいという感じですよね。そして次はですね、こちらのフロントウィングの翼端板ですね。ビッグスケール F1 コレクションの場合はこの翼端板がですね少し傾いて取り付けられてしまっているものとかもいくつか見られたもので、こちらがですね垂直に取り付けられているかというところは確認した方がいいかなというふうに思いました。あとはですね、こちらのサイドパネルのここですね。こちらのパネルなんですけども、できればですね、これまっすぐ平行になっていればいいんですけども、こう見るとかなりちょっとこういう形で曲がって取り付けられてますよね。そして逆側もですね、少しやっぱり前上がりになってるんで、できるだけこの水平に取り付けられている方がいいかなというふうに思いました。あとはこちらの車載カメラの角度ですね。こちらも結構ビッグスケール F1 コレクションで定番の傾きだったんですけども、こちらはそんなに問題ないかなと思いますけど、こちらも個体差が出やすいところではあるので、そこは確認した方がいいかなというふうに思いました。あとこちらには蛍光イエローのこのマーキングがあるので、まあ、こちらもですね、なんかかすれていたりとか欠けていたりしていないかというところは確認した方が良いかなというふうに思いました。あとはこちらのリアウィングの傾きですよね、まあ、こうやって見た時の左右の傾きですとか、あとこうやって見た時のこちらの傾きですね、そちらは確認した方がいいかなというふうに思いました。あとですね、ここのステイの部分、これがですねなるべくこうやって垂直に取り付けられているのがいいかなと思うんで、これ少し曲がってますかねっていうのはあるんですけども、まあ、こちらもですね合わせて確認していきたいポイントだと思います。あとシートベルトの傾きなんですけども、こちらのシートベルトに関してはもうシートにモールドされていて、さらにこちらのサベルトの文字とかですね、バックルとかこの辺は印刷で表現されているのではないかと思うんですけども、もし店頭なので確認できる場合があったら、ここも確認しておきたいポイントだと思います。あとはこちらの前輪の角度ですね。この個体もこうやって見るとですね、少しやはりポジティブキャンパーというかですね、逆8の字になってしまっている部分があるので、まあ、ここもですねできるだけ水平位置にある方がいいかなというふうに思いました。あとは全体的な塗装ですね。この塗装とマーキングは非常に綺麗なものでですね、そのあたりの印刷とかですね、そのあたりに欠けがないかとか、そのあたりは確認した方がいいかなというふうに思いました。ということでいくつかポイントあるんですけども、こうやって見るとですね、本当に非常にクオリティが高いなと思って、そんなに不具合はないかなというふうに思いました。ということでですね、次はこちらの台座から外してさらに中身をチェックしていきたいと思います。はい、台座から外してみました。複雑なエアロパーツが特徴的ですよね。こちらは正面です。こうやって見ると前輪の角度と、あとバックミラーの角度が左右で均等になってないことがわかりますよね。こちらはリアになります。こうやって見るとリアウィングのステーが右に傾いているように見えるのが気になりますね。こちらは左側面です。この年から追加されたハロがデザイン上の特徴ですね。こちらは右側面です。ボディ後部のカーナンバー7の配色とボディサイドのシルバーのラインがレトロ感があっていいですよね。こちらは正面です。コックピットサイドの造形がなんとも興味深いですね。こちらはシャシーです。フロントからバージボードにかけての造形は見応えがありますよね。それでは各部を見ていきます。まずボディの材質なんですけども、こちらの場合はですね、このフロントからこのサイドポンツーの
ここのもう上部はですね、ここまでが全部ダイキャストになっていまして、ここの部分、ここの部分だけがプラスチックのパーツになっています。すでにお気づきの方も多いと思うんですけども、このモデルにはこのようにミッションウィノーのロゴとこの文字が入ってるんですよね。ミッションウィノーのロゴについては2018年の日本グランプリが入ってるんですけども、そんなこともあってですね、こちらのモデルに関しては日本グランプリの後に行われた2018年アメリカグランプリですね、キミライコネンが最後に勝利した、こちらの仕様になっています。フロントウィングはこちらですね。ここのパーツが翼端板と一緒になっているので非常に立体感のある仕上がりになっています。あとはサスペンションアームにはこちらのレノボのマークが、これは印刷で表現されていますね。こちらのカーナンバー7は印刷で表現されているんですけども、下のボディカラーが少し透けてるような感じなんですよね。なので完全な白というより少しピンクがかってしまってるんですね、この辺が。それがちょっと残念な感じがします。こちらのアンテナなんですけど、やっぱり少し前に傾いてしまってるんで、ちょっと修正できるかやってみますね。ちょっとこういう感じでですね、あれは、まあ、根元から修正してあげれば少し戻った感じですかね。でこれに関しては少し左側にも曲がってるんで、ここももう少し右側に寄せてあげればいいかなという感じで、これをできるだけまっすぐ伸びた感じしたいんですけど、まあ、こんな感じでですね、まあ、軽くやればですね、すぐに角度が戻ってくるんで、このアンテナの角度については手で簡単に戻るんで、まあ、この辺りはそんなに曲がっていても気にならないかなというふうに思います。タイヤとホイールはこのような形になっています。これがですね、結構このモデルに関しては、まあ、個体差なのかもしれないですけど、結構この回転が渋いんですよね。それがちょっと気になるところではあります。リアはこのような形なんですけども、リアもですね、こういう感じで非常に渋いなという形で、これ個体差なんですかね、このような形で少しきつめに締まっている感じがします。バージボード周辺の形状はこのような形になっています。非常に複雑な形状ですね、このように再現してるんですけども、一つ注意点がありまして、ここのレノボのパーツがですね、こうやって見ると非常になんかこうやって傾いて取り付けられている感じなんですね。なのでですね、これをですね、こうやって戻そうとするとですね、ここのパネル自体がここでただ接着されているだけなんで、ここがパキッと折れてしまうんですよね。で私もですね、ここを直そうと思ったらですね、思いっきり折ってしまったというのがあってですね、今はまあ再接着してこのようになってるんですけども、そんなこともあるんで、もし店頭で確認される場合は、ここのサイドパネルの傾きがなるべくないものを選んだ方がいいかなというふうに思いました。ここが気になってるんですよね。なんですかね、これ。なんかねっとりしたものがありますね、これ。なんか、シールの、うわ、なんだこれ。なんか非常にねっとりとした液体が残ってるような感じなんですけど、なんだろうこれ、ちょっと匂い嗅いでは分かんないんですけど、ただ接着剤ではないですよ。こうやって見ると取れるので、なんかここにシールみたいな、なんですかねこれ、なんかマスキングテープではないんですけど、なんかそういうのりが残ってるような、なんかそんな感じですね。ここはちょっと気になるんで、これは後で綺麗に拭いてみようと思います。リアウィング周りはこのような形になっています。このカーナンバー7の後ろにあるこの T ウィングのこの形状はなかなかすごいですね。これ一体成形なんですかね。なかなか複雑な造形になっています。ちなみにこのモデルの後輪はこのようにシャフトで左右がつながっています。この音聞いてください。かなり固めに入っていることがわかりますよね。コックピットはこのようになっています。このステアリング周りの造形はなかなか繊細ですよね。あとハローについてもこのように内側は黒くなってるんですけども、この辺りの再現もしっかり再現されています。シートベルトはこのような形ですね。こちらはモールドされていて、そこにですね、サベルトのこのパッドと、あとベルト類、こちらが印刷で表現されていると。そんな作りになっています。ということで今回は、フェラーリ F1 ビッグスケールコレクションのフェラーリ SF71H をご紹介しました。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。